おはようございます。始まりました、玉那覇直哉のパイロットになろう。入ってます？はい、玉那覇直哉のパイロットになろう、今週も始まりました。はい、マイクが入らないというテストテスト、入ってます？あ、入ってるような気がする。はい、番組ホストの玉那覇です。この番組は航空ファンの方々に少しでもお役に立てるような、番組になればと思って放送しております。航空業界に携わる方々をゲストとしてお呼びして、ここでしか聞けない航空業界のお話をたくさんお聞きして、航空ファンを増やすこと、そしてパイロットの仕事を含む空に就きたいという空の仕事に就きたいという夢をお持ちの方々に有益な情報となるように番組をお届けしたいと思っております。この番組は国内初の FA 日本人試験官が熱血指導するFSO パイロット留学アカデミーの提供で、コミュニティラジオ FM ギノワンと FM 宮古から放送しております。さて、今月は師走です。忙しい時期、そしてコロナ禍でもホリデーシーズン真っ只中のアメリカからワクワクするようなお話を、アメリカシアトルで飛ぶパイロットたちをお呼びしております。第4回目となる今日のゲストは真由美さんとご主人のベンさんのご出演です。2011年の東日本大震災で空が大好きなご主人を亡くされた真由美さん、それまで全く興味がなかった世界だったそうです。むしろ危険だしお金の無駄とまで思っていたそうですが、しかしそのパイロット取得を宣言し、7年の歳月を経て合格。絶望の淵を救ってくれた今のご主人のベンさんと共にフライト人生を、そしてラインの人生を楽しまれている素晴らしいお話をお聞きしたいと思っています。番組へのメッセージや質問はツイキャスライブ、Facebook ライブ、FM ギノワンの YouTube ライブ、FM ギノワンのメールまでお寄せください。メールアドレスは 797@fmginowan.com です。たくさんのメッセージをお待ちしております。それではお昼前まで1時間ほどお付き合いください。入ってる？まゆみさん聞こえてます？大丈夫ですか？聞こえてます。聞こえてますね。はい、いい紹介をありがとうございます。まゆみさんの声こっちからしか聞こえるわけね。あ、そうですか。大丈夫ですか？今はちょっと聞こえないかもしれない。あ、聞こえない？ OK。 まゆみさんの声とかってテストした方がよくないですか？そうですね、うん。私の声聞こえてます？ちょっと話してます。まゆみさん、ちょっと音声チェック、聞こえます、はい、聞こえますか？あ、聞こえます、大丈夫。 OK ですね。あの、私の声聞こえます？大丈夫です。 OK です、大丈夫です。大丈夫、はい。私はメリークリスマスバージョンなんですよいいですね。こっちか。なんか本当久々だから忘れてる。久々ですよ。そうそうそう。大丈夫？はい。なんか下がりますよね。これかな。あ、こっちか。こっちか。そもそも台が。台が多分。なんか下がる。近づきます、はい、多分大丈夫。大丈夫です、はい、じゃあ多分20秒、あと20秒、はい、はい、おはようございます。早速ゲストをご紹介いたします。まゆみさんとベンさんです。おはようございます。おはようございます。モーニング。おはようございます。おはようございます。そしたらですね、まずはまゆみさんとベンさんに、自己紹介をお願いしたいと思います。じゃあまゆみさんの方からお願いします。はい、シアトルに1991年から住んでおります中野まゆみです。で、去年の7月に
プライベート自家用の免許を取って、今はベンと2人でセスナ、小さな150ですけども、それを購入して2人で飛ばしています。私の最後のインストラクターが結構長いことの生徒だったので、フライトインストラクターが最後のインストラクターが、新次さん、前田新次さんです。で、彼に背中を押してもらって、やっとシェックライトパスしてしました。はい、私の主人の今の主人のベンです。Hi, my name is Ben Taves, and Mayumi and I enjoy flying together. はい、ありがとうございます。ベンさんの方からは、マユミさんと一緒に飛んで楽しんでますというお話をお聞きいただきました。ありがとうございます。はい、じゃあ早速ですけども、実はもう、数ヶ月前にマユミさんの、記事ですね、英文ですけども告知をさせていただき、で昨日はその今お話があった前田教官からのフェイスブックの告知もありました。で私も今朝ですね、その記事も告知させていただきました。冒頭でですねお話したように、もうすごい人生なんですね。前田教官からはぜひとも紹介してくださいというところで、今日は楽しみにしております。ですね、まずその今までのそのいきさつをね、ちょっとお聞きしたいんですけども、今シアトルに今住んでらっしゃると思うんですが、まずそもそも記事にあったこの、とても、悲しいお話がちょっとスタートするのもちょっと気が引けるんですけども、やっぱりその中から乗り越えていったってお話も聞いたので、ちょっとあえて聞かせていただきたいんですけども、東日本大震災、がきっかけということだったんですけど、そのあたりのちょっとお話をお聞かせいただけますでしょうか。はい、もう、ね、約10年近く前になりますけど、東日本大震災になった時に主人がちょうど仙台にいて津波に巻き込まれて亡くなったんですね。で私と、下の子はシアトルにおりましたので無事だったんですけども、もう主人がいっぱい、飛行機が好きでいろいろな免許を取ってたんですね。総発も取ってたし、コマーシャルとかいろいろ免許取っていて、そして飛行機のグッズがいっぱい家にあったんですね。プラスチックモデルとか本だとかマニュアルとかあって、で私はそれを、残されて、主人が何をしたかったかっていうこと全然わからなくて、飛行機のこと全然知らなかったし、それで私が免許を取れば、どうしたらいいかわかるかなと。という簡単な気持ちで主人のお別れ会をやった時に免許取りますっていうふうに公言してしまって、それでしばらくしてから免許取りに行ったんですけども、初め飛んだ時に楽しかったっていう思いは全然なかったんですね。で楽しかったって言ってもらいたいかもしれないですけど、もうちょっと怖かったです。でそれでもそんなに難しい、ことではないと思ったので、やめずに一応続けていって、それでも全然うまくいかない、それでいろいろ中断せざるを得ない家庭の事情があってまた中断して、でしばらくしてからまたインストラクション取りに飛びに行って、でそういうことを何回か繰り返して、で最終的に3回目のフライトスクールで新次さんに会って免許取れたんですけど、それ非常にだから時間がかかって大変でした。だから8割の方が辞めるってどなたかがこの番組でおっしゃってましたけど、分かります。私にチョイスがあったら辞めてたと思います。でも自分に対して、うちの主人がやっていたことを理解したいという思いがあったのと、一度やると決めたことをやめてしまったら自分を尊敬できなくなるから絶対に取りたいという気持ちがあったので頑張りました。それとベンに2017年に出会って非常に励ましてくれたので頑張ってこれました。はい、ありがとうございます。今の話だけでもすごい今ポイントがいっぱいあったんですけども、ちょっとそれを一つ一つ確認しながらお聞きしたいんですけども、
やはりそうやってね、シタルトに住まれ、たまたま行かれた、まあ、東北日本の出張で大震災に遭われて亡くなられたというところで、まあ、残された、真由美さんは目の前にあるその飛行機の、いろんなもの、マニュアルだとか、プラスチックモデルとかってあった中で、まあ、そこから考えるところがちょっと違うな、普通と違うなと思ったんですけど、それを見たときに、要はじゃあこれをどうしようかって時に、もしあの人だったらどうしてほしいんだろうかっていう発想で、じゃあ自分が免許を取ってみようっていう発想はすごいなと思ったんですよ。で、文章コラムの中に書いてましたけど、飛行機はそこ、飛行機空の世界、ご主人はその飛行機もヘリコプターももう事業用もさまざまな飛行機を乗られたっていうふうに、まあ、書いてたんですけども、真由美さん自身は空に対しての興味はそこまでなかったっていう理解です。いいですか？私は英語を教えてたので、飛行機は、まあ、主人の世界であって、私の世界では全然ないと思ってたので、関係ないと思ってたので、何にも知らなかったです。あで本当に飛びに行って最初のインストラクターと一緒にディスカバリーフライトするまで何にもゼロでした。知識何もなかったんです、まあ、そんな中で、お別れ会で皆さんの前で公言してしまったんですよね。私は、免許を取りますと。ディスカバリーフライトもするずっと前の話ですけどね、何も知らずに運転免許よりは難しいかなぐらいので、その時の真由美さんが免許を取りますって言った時の周りの反応ってどうでした？まあ、皆さん気の毒に思われたか何も反応はそれほどなかったですね。多分ただ私が操縦免許を取った後、友達が信じてなかったっていうふうに言ってくれましたけど。あ、信じてなかったんですね。取れると思わなかったっていうふうに言ってくれました。でもそれはもう普通だったら取れないと思いますけど、私ちょっと普通じゃないと思うんですねで、まあ、とにかく達成しましたので、で最初はやっぱり最初はやはり家族を亡くすというのは非常に大変ですよね。脳がもう半分もうなんていうか死んでしまったような感じの中で始めたので、何も分からずに何も覚えられずに本当になんていうのかな、オーバーウェアミングってもう本当に自分の能力を全部超えてたんですけど、あの時は。でもとにかくやることだけは続けてました。英語の先生だったということで、その英語ので書かれた飛行機の教科書っていうのはおそらく英語なので、頭に入ると思うんですけど、やっぱり航空となるとやっぱり違って大変でしたか、読む内容は。当時は理解しようっていうか理解することが全然できなかったです。エンジンなんて自分には全然関係ないことだし、もう航空法だとか気象だとかそういうのがやはり自分がこう非常に悲しみに浸ってる時っていうのはもう全然自分に関係ない世界なんですよね。だからいくら読んでも全然分からなかったですね。しばらく落ち着くまでは分からなかったです。でも何年か経ってだんだん理解するようになって、そうするとやはり英語をやっていたおかげでだいぶこう助かったなと思います。結構難しいですよね、内容自体が。だから普通の英会話やってるぐらいのレベルだったらできなかったと思うんですけど、アメリカ人がやはり知識のテストを取るときにこの英語は一体何だっていうふうに言うくらい結構難しい質問ですよね。引っ掛け問題みたいじゃないですけど、だからそういうのでやっぱり英語力が一番大事かなと思いました。まあ、我々の周りにはパイロットになりたいっていう方が相談しに来られて、もうなりたい気持ちがあるからその英語の勉強とか飛行機の勉強って乗り越えられる部分があると思うんですけども、真由美さんの場合は
スタートの時点で全くその飛行機に対して興味がない、もうでも公言したやらなくちゃっていうところで、しかも悲しみつも脳が本当にオーバーウェルミした状態で勉強してなかなか頭に入らないっていうふうにおっしゃってましたけど、それがだん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 その慣れてというか、徐々に徐々にその飛行機の頭に変わっていって勉強のものが入ってきたっていうのは、やっぱり時間がかかって、何年とかかかったんですか？時間かかりました。それはもうしばらくやっぱり最初の何年間は本当は始めるべきじゃなかったと思うんですね。そしたらそんなに時間かからなかったと思うんですけど、うん、家庭の事情があって親もの面倒を見なきゃいけないので、日本に帰ってきたりとか何回もしてたの で何ヶ月も何ヶ月も休んでしまうと、また始めるっていうのがすごい大変です。だから初め本当もうちょっと時間を取って自分が落ち着いてからやればよかったんですけれども、うん、しまって、まあ、そんな中戻ってきてもやっぱり初心に立ち直ってやっぱりやらなきゃっていうことで、スタートしたと思うんですけども、先ほどちらっと言った、前田真嗣さんは、最後の教官でってことは、いくつかスクールを変えられたってことですか？スクールを変えました。最初クラス D のボーイングとかペインとかでやってたんですけど、やはり更新するっていうのは結構一つのハードルですよね。ハードル高いですよね。で最終的に今更新しないでいいところで免許を取ったので、それがちょっと楽だったかなと思いますけど。その最初にそのスタートした時のインストラクターっていうのがまあいて、3人目の前田真嗣さんで、まあ免許を取ったんですけども、取ったっていうふうにもお聞きしてるんですけども、その今までの訓練とその一番最後に前田真嗣さんに出会って、最後にこう背中を押してもらって合格したっていう、その訓練の中身っていうのはやっぱり人それぞれ違いました？最初はちょっと覚えてないんですけど、で前田真嗣さんが最後 の先生ですけど、3人ではなくてもう片手で終わらないぐらいインストラクター変わってます。で、それぞれやはり言うことが違うっていうか、教え方が違うんですけれども、でもやっぱり結局自分で納得するような方法で練習しないといけないので、そのインストラクターもにもよりますけど、やっぱり最終的には自分で頑張るしかないですよね。で飛び方も自分で YouTube とか見てで納得して練習しました。で当然ですけども、最初のソロっていうのは未だに覚えてます？最初のソロが2回あるんですけど最初のソロが2回一番最初にソロをやってから、また何ヶ月か空いたので、またソロ のエンドースメントがなくなってしまって、しばらくしてから最後の真嗣さんのスクールでソロ のエンドースメントもらって、また最初のソロやりましたその一番最初のソロっていうのはどういった感覚でした？だいぶ前なので忘れてしまったんです感覚飛び上がったら降りるしかないですよね。はい、だから それとやっぱり教官がいないと自分で何とかするしかないじゃないですか。うん、でそれがまあうまく降りた時、ああよかったって思ったのは覚えてますけど、飛んでる時はもうとにかく降りるしかないと思って。上がったらもう降りるしかないと、まあ、そうやって、まあ、7年ほどですか、中断も含めて、訓練をされて、まあ、最後に、前田教官真嗣さんと一緒に飛んで、合格した時っていうのは、これは合格したのはいつ頃ですか？免許を取ったっていうのは。もう7月です。去年の7月にチェックライドだったんですけど、もう真嗣さんがもう要はレディーって言ってくれたんですけど、それと同時に他のいろんな教官とも飛べって言われて、いろんな教官と飛んで、で最終的に一番真嗣さんと飛んでて難しかったのがエマージェンシーで降りる練習ですよね。
エンジンがなくなっエンジンを切って、でシンジさんと飛んでる時はあとあの何今何フィート今何フィートってこういつも言ってくれるのがいいんですけど、それがこう結構気があの気が散るんですよね。あの集中できないですよね、エマージェンシーにあるじゃないですか。集中できない、あそれで集中してやってるとあと何フィートだもう言わないでほしい黙っててっていう感じで、であの練習してシンジさんには黙っててほしい、でとにかくあの他のインストラクターと飛んだ時は何も言わないインストラクターもあのいましたし、いろいろいて、で最終的に、まあ、シンジさんがあのチェックライドしていいということ でチェックライドの話してもいいですか。はいはいはい、もちろんです、もちろんです。奇跡的にうまくいったんですよ、全部うまくいったんですよ、奇跡的に。綺麗なストールとかね、あのいろんなことイマージェンスもうまくいったし、もう本当に奇跡的にうまくいって、ああよかった、もうねフードをかけてあの外が見えないようにしてあの景気飛行だけでやりますよね、アニュージュアルアティチュードリカバリーとかそういうのやって、でそのフードしてるから外見えない、その中でじゃ あのペインフィールドに行ってって言われて、それであの VOR で行くじゃないですか、その VOR のフレクエンシーあの波数を合わせようとして合わせたんですけど、ペインフィールドもう覚えてるから入れたのが実は違ってたんですね、なんかデシマルがなかったり、デシマルがちょっとあの違ってて、それがどうしてペインフィールドに合わなくのかってすごく焦ってしまって、で VOR がないとそっちの方向に行けないじゃないですか、しかもフードやってて、で最終的にあもうこれダメかなと思って、もうここで諦めてはいけない、あのすごくもうあの頑張ってきたんだから絶対諦められないと思って、そしたらあの GPS がありますよね、あの飛行機の中にそのセスナ150に新しい GPS がついてて、それでペインフィールドあの入れて、でそっちの方向にGPS を頼りに行くって、それ本当はそういうのはあのそうやるときにそういうふうにやるっていうのはどこにも書いてないんですけど、でとにかくそっちの方向に行って、そしてあの降りてきて、まあ、あのうまくショートフィールドもあのソフトフィールドランディングもやって降りてきて、なんて言われるかなと思ったら、あのとにかく飛行機の中にあるものを全部ユーティライズする、全部使ってセーフあの安全に操縦するっていうことでパスしましたって言ってくれたので、もうホッとしました。で1回でパスしたので、でシンジさんの生徒さんみんな1回でパスするってことで、その記録を破らずに済みました。あそういうなんか話があったんですね。あのチェックライド前の教科もピリピリしてますけども、それでもちろん試験の当日の受験生の心境なんてのはもう緊張もう極限の状態で、使えるものが使えなくなっちゃう、じゃあどうしようってことでもう自分の中で思って、で GPS を使ったと、で試験官からはあの状況の中で、いろんなものを使えたというところで合格と。ああやっぱりそれはもちろん試験ですけど、その試験の前に一人で飛んだりクロスカントリーもあったと思うんですけど、やはり飛行機に乗ると特に一人で乗るとソロとかあとはまあ機長として乗ると絶対やらなくちゃいけないですもんね、やらなくちゃ降りれないですからね。降りないですね。そうですね、やっぱりそういうその訓練の経験が、あって、その今、いろんなお仕事をされてると思うんですけども、人生観もいろいろおそらく変わったのかなと、もちろんあの今までのお仕事、英語の先生とか、まあ、様々なお仕事されてる中で空を飛んでやっぱり何か変わったってことあります？そうですね、空を飛んで変わったことはあの空を見る目が変わったっていうか、いつ今まで気がつかなかった、例えば空を見るとあ今日は雨が降るんだとか天気がいいとかそのぐらいしか思わなかったのが、空を見るとあ今日は風がこっちから吹いていて、あの高さに行くとクラスブラボーだから私は飛べないけどあのジェット機が飛んでるんだなとか、そういうそういうのが分かるようになったのがちょっと違うかなと思います。なるほどなるほど、はい、ありがとうございます。で、あの、まあ、そうやって訓練で免許を取られている中で、ベンさんとの出会いがあるんですけども、それはベンさんに聞いた方がいいのかな？
Hi, Ben. Hello, how are you? Good, good, thank you. I've been talking to Mayumi-san about the, how she started and then how she ended up on the private pilot chick ride. It was an awesome story. Mm-hmm. You know, I just wondering how you meet up her when she was in training or before she started training. ちょっと今日本語で話をすると、Mayumi-san とどういうふうに出会ったのかちょっと聞いてみます。Well, actually, Mayumi started training, I don't know, 7 or 8, 9 years ago. And this, we met about 4 years ago. And we were both on a dating service. And I don't know if you want to translate. It's okay. It's okay. Go ahead, start it. And so she reached out to me, and I didn't have any thoughts of dating someone from a different culture, but I read her profile and she mentioned that she was learning how to fly. And I'm a pilot, so I thought, wow, if she has the ability and the interest to learn how to fly, I need to meet her. And so that was one of the reasons なるほど、なるほど。あの、まゆみさんがもう免許を取り始めたというか訓練始めたのはもうそれこそ7、8年前なんですけども、まあ最初の出会いは4、5年前。に知り合ったというところで、そのまゆみさんがパイロットの資格を取ろうとしている。で、ベンさん自体はもうプライベートのパイロットを持ってたというところで、まあ、接点があったということなんですが、ベンさんはじゃあいつ免許を取られたんですかね。When did you get your pilot license? I got my pilot's license in 1978. So 1998年、はい。43 years ago, something like that. もう40何年か前なんですけどと。いうところで、資格はじゃあプライベートパイロットなんですかね。So you're a private pilot? Yes, yes. Yeah, I started flying in, I think, 1977, and I got my license and flew until 1980 and then stopped flying because I didn't have enough money to really buy a plane at that time, and it was, I had other interests. So I pretty much stopped flying in 1980.そうか、1977年に免許を取ったものの、まあ、1980年にはもう、まあ、飛行機を飛ぶのをやめてしまったと、他のことをやり始めたという話ですけど、So you are not a professional pilot. What do you do for a living? お仕事は何をされてますか? Well, I've done many things throughout my life. I was a college dean and so forth, but I'm primarily retired. But right now, I teach classes, 6-day classes for the American Welding Society, and I...train people to pass the certified weld inspector test. So that's what I do professionally now. あの大学の先生とかもされてたらしいんですけども、ウェルディングっていうのは溶接かな、溶接の技術を教えていて、今そういったことをやっていますというところで、あのまあ本業がありながら、まあリタイアされて、もう本当に趣味で飛ばれているというところだと思うんですが、So you are flying with the Mayumi-san in your personal airplane, is that right? Yes, that's true.Yes, we bought an airplane last year or this year. Yeah, this year, actually, June or something like that. And so we really enjoy flying. Prior to that, I'd been using the plane. It was a friend of mine's, and he's a retired airline pilot. And so, you know, he helped to get me going. And then we eventually bought the plane from him. So that's the plane that we own now.なるほど。去年にも2人で飛行機を買ったというところで、飛行機を買ったなんて皆さん普通日常会話で出てこないですよね。飛行機を買ったと、まあ、そのきっかけなのが友達の、元親のパイロットの方に、聞いて、今お飛行機を楽しんでるというところで、で実際乗ってる飛行機っていうのはですね、ぜひ、お写真もあの準備してもらったので見たいんですけども、時間が、ちょうど半分になってるので、一回 CM を挟んでから、お写真のお話と、ベンさんとマユミさんのフライトのお話をお聞きしたいと思います。では一旦コマーシャル入ります。今マユミさんと話せます？あ、はい、大丈夫ですよ。ちょっとあの CM のあれが入っちゃうんです。あ、そうかそうか。マユミさん、私声が聞こえてますまだ。大丈夫です。あ、固まってるかも。声聞こえてるかも。聞こえますか？あ、聞こえ自分の声聞こえてます？はい。あ、聞こえてる聞こえてる。でもまゆみさんの声逆に聞こえないんだこっちは。
うん、なので、あの状況が、私の声は多分真由美さんと聞こえてると思うんですけど、真由美さんの声が私の方にこっちに届いてないので、放送始まってからね、そうですね。じゃあそれまではちょっとあれ準備しましょうよ。そのスクリーンシェアリングの準備しておきましょうよ。はい、いい時間だ。そうそうそう、今日ね、写真をね、準備してもらったんですよ。どうする、飛行機を買うんだよって日常会話出てこないよねそうそう、飛行機を買ってみようかって、はい、あ、いいね、いいね、いいね。これですね。で、写真を多分、大きく表示させてた方がいいかもしれないですね。これ見えます？見えます、見えます、見えます。あとは、あの画面をパッと広げた方がいいかもしれないですね。あ、画面広、はい。あ、そう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 。いいですね。どうですか、この写真。すごい。フェイスブック流れてる、流れてる。ツイキャスは今日は画面が見えないんだよね。そうですね。あ、はい、前田真嗣さんからメールが届いてるはず。あ、すみません。はい、うん、出します。ね、これじゃあ私の方で出しますね。はい、どこだったかな。あ、これだ。そうそうそう、これね、そうそう、あの前田さんからメッセージが届いてるんで。始まりました。はい、ですね、CM 中にですね、真由美さんとベンさんが乗ってる飛行機をですね、今表示してもらってます。皆さん見えますかね。この飛行機についてちょっと、真由美さん説明していただきます。これがあのセスナ150っていう2人乗りの、あの一番小さな飛行機ですけども、私にとってはあの非常に操縦しやすい飛行機です。はい、それでいいですか。2人乗りの飛行機、皆さんね、ラジオだけだとちょっと分かりにくいんですけども、本当に2人乗りの、まあ、ちょっとトンボみたいな感じですよね。プロペラが前に1個あって、で翼が上についていて、車輪が前車輪と後車輪の 三輪車の形である飛行機ですね。後ろにある景色は、これはシアトルですか？マウントレーニア。マウントレーニア、もうシアトルの有名な。はい。はい、ちっちゃい飛行機、かわいい飛行機ですね。はい。お二人で購入してから例えばどっかに行って、そこで、あ、今日はゆっくりしようということでホテルとかに泊まって、で次の日に帰ってくるっていうことができるようになりました。他の人の飛行機だとやっぱりそれができない、レンタルだとそれができないんですけれども、2人であちこちに行けて、オーバーナイトトリップができるようになったので非常に楽しいですね。いや、真由美さん、その今サクってさらっと流してますけども、自分の飛行機を持ってるからこそできることなんだけど、これってすごいことなんですよね。要は免許を持ってる、例えば我々とかアメリカに行ってレンタルをして、まあ、どっかに遊びに行くってことはあるんですけども、確かにレンタルなんで戻ってくる日も決まってるし、いろいろ制約あるんですけども、やっぱり自分で所有するとかなり行動範囲は広がりますか？そうですね、フライデーハーバーとか島に行って、でそれの写真もあるんですけども、ぜひ、違う、もうオープンしないといけないですね。どれにしたらいいかな。フライデーハーバーの写真をシェアするんです、はい、ここにあります。あ、ちょっといいですよ。どうやってシェアするのか分からない。シェアスクリーン、クリックヒア。ラジオがもう画面を共有するという時代になりましたよ。これがフライデーハーバー の、 飛行場ですけど、あ、もうちょっと画面を大きくしてもらいます。右ここに飛行場があって、ここが港があって、船でしか普通行けない島なんですけど、ここに飛んで行って、でホテルに行って、今日宿が空いてるかって聞いたら、まあ、最終的に安く泊まれるんですけども、でそこに泊まって、で次の日帰ってこようと思ったら、天気が雲が低くて飛べなくて、うん、それでもまあ時間を気にせず
じゃあお昼を食べてからゆっくりしてから帰ろうということでしばらく待って、で天気回復してきたので帰ってきたりとか、そういうこともできます。これがフライデーハーバーですね。いい景色ですね。いろいろ島巡りしました。ロペスアイランドとかオーカスアイランドとかも行きましたね。すごい綺麗な景色もあります。ごめんなさい、はい、ありがとうございます。いやいや皆さん、画面をもし見る機会があれば、後で FM 議論では YouTube でも上がりますけども、まあ、シアトルの素晴らしい景色が見られる、自分の飛行機で、島伝いに。お、またこれは綺麗な水、これ湖ですか？これは、いや、海の方見てるんです。あ、海ですか。これも島です。オーカスアイランドっていうところなんですけど、そこに行ってやっぱりじゃあ今日また泊まろうということでそこに一泊して、本当に夕日が綺麗だったので写真撮りました。これホテルからすぐこういう景色が見えるんです。はい、そういう遊び方ですよね。本当に飛行機ができるっていうのは、しかもそれ自分の飛行機を持っていくと。このラジオでもね、出ていただいた特に今回 のシアトル月間の、岸本さんとか、石原さんとかね、高松さんもそうですけども、その自分の免許を取った後、まあ、皆さんレンタルだと思うんですけども、その飛行機でいろんなところに遊びに行くと。で、岸本さんなんて水蒸気で、飛びたいと言ってましたけど、やっぱりこういうところは 水蒸気はたくさん飛んでますか、シアトルは。いや、水蒸気いっぱい飛んでます。Float plane. He asked it. There are some. Oh, there are quite a few float planes, yes. And you can, there's charter services and there's regularly scheduled flights, which will go from Seattle or almost anywhere in the Northwest up to these islands. So it's gorgeous. They'll just pull right up and let you out. So it's great.今ベンさんに聞いたのは、まゆみさんから私が水蒸気ってシアトルたくさん飛んでますかって聞いたら、いやもちろんだよって。これびっくりするんですけども、単純に個人の人が飛んでるだけじゃなくて、もうスケジュールエアラインとして、まあイメージっていうと我々のその、まあ、タクシーバスみたいな感覚で、もう本当にシアトルかいろんなところに、島に水蒸気が飛んで、もうたくさんの人が活用してるというお話をしてました。もう世界が違う。はい、で、まゆみさん、実はですね、先ほど教官の前田さんのお話で出ましたけども、メッセージをね、応援メッセージをいただいてます。はい、実は今日ライブの、参加ができないということで、事前にメッセージをいただきましたので、それを、ちょっと読みさせていただきます。ですね、まゆみさんのエピソードをお話ししますというところです。はい、前田さんからすると、年上です、ほぼ私の母親と同じ年齢、そして女性、正直言って真由美さんの飛行訓練を今までの訓練生の中で一番厳しく接しました。日本人が、存在的に持っている女性の考え方を、僕は真由美さんがパイロットになることで払拭できると信じていましたし、そして空をこよなく愛した旦那さんへの何よりもの供養だったと思ったからです。忘れもしない一番最後の訓練の時、僕は2500フィートでエンジン停止を模擬し、100フィートごとに、真由美さんあと何フィートしかないよと彼女に何度も何度もわざと伝え、緊迫した状況を作りました。すると彼女が、新人さんうるさい黙ってて、これさっきの話じゃないですかと叫んだんです。僕は彼女のその言葉に黙り込んだのですが、心は本当に嬉しかったんですよ。大丈夫、もう彼女はパイロットだ。Fly the airplane、 最後まで飛行機を操縦する姿勢が出来上がっている、来週の試験は絶対合格だと確信に変わりました。本当に彼女は様々な教官にたらい回しされ、飛ぶことを諦めていた時に担当教官としてお手伝いできたこと、感謝の気持ちでいっぱいです。よく頑張ったの一言では表現できないほど真由美さんは努力をされました。改めてパイロット資格、免許資格取得おめでとうございます。片目の飛行教官前田真嗣というメッセージいただいてます。はい、どうもありがとうございます。そのメッセージの下に後に、また別のコメントが、私これぜひ伝えたいんですけど、もうこれ表現できないぐらいの努力家なんですと。 NHK の連続ドラマになるべき内容なんですとというメッセージいただきました。
ありがとうございます、前田さん。私も新次さんに非常にこう勇気もらって、そして世界一周するっていうそういうプロジェクト頑張ってるので、やっと主人 の, プラモデルとかeBay で売ることができるようになりました。その売り上げを新次さんにぜひドネーションしたいと思って、多分天国の主人も見てて応援したいと思ってると思うの で, 今やっと本当プラモデルが売れて2000ドルぐらいにはなったかな、新次さんに言ってないんですけど、これはないもうちょっといくかなと思ってるんですけど、ドネーションしますので、応援してます。ありがとうございます。先ほどから真由美さん の, 後ろの方で飛行機のモデルが見えるんですけども、これなんかいくつかありそうなんですが、もしかしてたくさんあるんですか、それって。プラモデルじゃなくて、うちの主人が大事にしてた模型なんですけど、ちょっと見せますね。はい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 。なんか飛行機がいっぱい。これはね、F14 ですか、トムキャットのジョリー・ロジャーズっていうんですかね、これがどういうものであるかっていうのは私も全然分からなかったです。こういうのに興味がなくて、はい、結局パイロットの試験を受けて、その後私どうしようかと思って、で航空博物館で今ドーセント案内人としてボランティアとして働く、そういうトレーニングを受けてるんですね。そうすると飛行機の歴史とか飛行機についてどんどん自分が勉強しなきゃいけない。でそこでミュージアム・オブ・フライトに来てくれたお客さんに対して説明するので、こっちが本当知らないといけないんですけど、で主人が持ってたものをそういうわけで勉強して、これが何であるか、あるいはこういうなんていうか、写真がだって一体何の写真だか分かんなかったんですよね。これが B-17 でフライングフォートレスっていうんですけど、日本に原爆を落とした飛行機ですよね。そういうものが全然知らなかったことがだんだん分かってくると、もういろいろ面白くて、で主人が残してくれたもの、今やっと何であるかっていうのが分かってきました。はい。で本当になった博物館でのドーセントっていうのは、博物館での、案内人という意味ですかね。そうです、案内をする人ですね。で展示物があって書いてあるものを読んでも、まあそれなりにインフォメーションは分かりますけど、実際に話をするっていうのをチャンスがあると、やっぱり聞く人たちがその非常に楽しい、いろんなことが分かるし、質問もできるしということで、そういうドーセントのプログラムが博物館にあるんですけれども、そこ の, ボランティアにしてもらって、今年トレーニングを始めました。まだこういうお勉強をされてる時にアメリカの航空の歴史っていうのはおそらくたくさん勉強されて知識がいっぱいあると思うんですけども、やっぱりアメリカの航空っていうのは、女性の方が結構いらっしゃる、私イメージがあるんですけども、どのぐらいのタイミングから女性のパイロットって活躍されてきたんですかね。最初やっぱり男の世界だったんですけど、第二次、それで第二次世界大戦の前に普通の一般民間人をトレーニングするプログラムを政府が作って、で そこでパイロットになった女性もたくさんいて、実は第二次世界大戦の時に男性がファイターとして戦地で働いているというか戦ってますよね。でも女性が飛行機を工場から軍の基地まで運ぶっていう、そういうプログラムがあって、 WASP っていうんですけども、Women Air Service Pilotsサービスパイロットっていうんですか、でフライガールズとか私いろいろ読んでるんですけど、WASP で女の人たちが男の人たちが操縦した、爆撃機とか全部こういうのもですね、実は女の人たちが操縦していって、これフライングフォートレスですね。これフライングフォートレス何が有名かっていうと、メンフィス・ベルっていう映画にも、うんうんうん、あれもこれ最初男の人たちは
怖い飛行機だからあまり操縦したがらなかったのを女の人たちが操縦してみせて、で女のパイロットが降りてくるのを見て、あ、なんだ女も操縦できるのかっていうことで、あ、じゃあ安全かなっていうことで男のパイロットが操縦するようになったとか、そういう話もあるんですけど、すごい、女の人だから操縦できないっていうことは全然ないし、私も本当に今は操縦楽しいですよね、もう面白いです、ぜひ飛んでもらいたいなと思ってます。なるほど。じゃあ女性の方も私の右袖にまなみさんという空大好きな女の子がいるんですけども、空が大好きで空港に行くのが好きなんですけども、この番組のアシスタントとしてもう飛行機の話ずっと聞いてるので、もう乗ってくださいって言ってますよちょっと見せますはい、まなみさん、はい、ぜひ取ってくださいということです。でもすごい話ですね、その戦闘時期に工場で作った飛行機を基地まで持っていくのが女性のパイロット、それもすごいけども、さっきの飛行機なんか男のパイロットたち、いや、あの飛行機怖くて乗れないよって、実際降りてきたら女性のパイロットが降りてきて、え、女性が乗ってんじゃん、じゃあできるじゃんって、そんな話知らないよねそういう歴史がある国なんですね。女の人の方がインストラクションしっかり守って書かれた通りに操縦するので安心なんですね、安全なんですね。男の人は自分が今まで飛んでた飛行機と同じように飛ぶから、スピードが遅すぎたり速すぎたり、こううまく着陸できずに墜落したりとか、そういう話もあるんですけどだから、その辺ちょっとベンさんにも聞いて、ベン、we'll be talking about the Ben?Yes. Let me ask you one quick question. Sure. She introduces the women aviation in the United States. It's awesome. You know, she said, I think the female pilot is greater than the male pilot because male pilot try to do something different that they learned before. But the female, they're so dedicated. They're so focused on what they need to do. Does it differ? What do you think about that? They follow instructions. Absolutely. Based on...ただ私一つ分かったのは、ベンと一緒に飛んでみてやっぱり適性がありますよね。で、私は運動神経がそれほど良くないんですよ。で、ベンはすごくいい。だから40年間ブランクがあって飛び始めても、もうすごくこう他のシチュエーショナルアウェアネスって何て言うんですかね、他の状況がよく見えてるんですよ。私はもう興奮した見えないのにどうなってるか分かる。だからすごく上手だし、でまたコンプレックスエアプレーン、とかなんか今、また始めたんですけど、私自身はそれ以上にはいかないなっていうのは自分で適性は分かってます。だからで、それで私はミュージアムオフライトの方に行って、飛行機の歴史とかいろんな話をこう他の人に伝えて、飛行機ってワクワクするようなものだよっていうような話ができればいいなということで、私は操縦はもうここでプライベートでおしまい。でも今度は違う方向に勉強したり役に立ったりできたらいいなというふうに思っています、うん、そういった話がご夫婦でできて、しかも話だけじゃなくて一緒に所有される飛行機で実際に遊びに行くっていうのは、めちゃめちゃリアリティが説得力がありますけども、飛行機を操縦するによってもちろん安全が一番大切なんですけども、ちょっとベンさんにじゃあちょっと質問しましょうね。安全なパイロットというか安全に飛ぶために一番大切なことなんですかみたいな、ちょっと質問1個してみたいと思います。 Ben, let me ask you one quick question. What is the most important thing to be a safe pilot? Well, I thinkIt's human nature to want to avoid to do the things and practice the things that are a little uncomfortable, but we like to practice continually emergency procedures and figuring out exactly what would happen if something catastrophic happened. And that's one of the ways that we keep safe. An example today is I was flying this morning,And I practiced some emergency turns and procedures and returning to the airport if let's say we lost engine power. So I think keeping up and learning and making sure that you're current is very, very important.
なるほど、なるほど。ですね、もちろんたくさんあると思うんですけども、当然その、まあ、危機管理ですよね。で、実はベンさんも今日実は、放送前に、1回フライトしてきたと。で、私はその話聞いたときに、フライトしてきたっていうのはさっきおっしゃってましたけど、そのフライトの中身っていうのはどういうことしたんだろうな、まあ、一般的にはその楽しく遊ぶのかなと思ったら、ご自身曰く飛んだんだけども、エンジンがもし止まったらどうしようか、エンジンが止まったときにこういう対処をするとかっていうような練習をしてたということで、もちろん空を楽しく飛ぶのはもう大前提ですけども、そのさらに大前提としてその緊急操作に対応ができるというか、そういったものを常に考えて練習をしていくというのが大切だということをお話ししていました。 Thank you very much, Ben. That was very good information for the pilots who want to be in, you know, someone who want to be a pilot in the future. 今のお話というのはきっとこれからパイロットをやりたいとかね、そういった、まあ、今パイロットの訓練をしている人にとってもすごく貴重なお話になったのかなと思います。 Thank you very much. ありがとうございます。で、まゆみさん、英語がね、打ち合わせしたらすごく、お上手だったので、で、先ほどお話も出てきましたが、英語の先生をされてたというところで、これ日本で英語の先生されてたんですか？日本で ECC で教えてて、英検一級も持ってたんですけれども、はい、で、それからで小学校でボランティアを始めて、下の子が小学シアトルで生まれたので、子供が入学したのを機会に、じゃあボランティアしようと思って小学校でも教えていて、で、まあ、そこで英語のレベルがどんなに自分が小学校1年生もヘルプできないぐらいないかっていうのはよく分かりましたので。いや、ちょっと待ってくださいよ。 ACC の先生で英検1級お持ちなんですよね？そうです。それが小学校のアメリカの小学校の役に立たないですよ。英検が小学校で役に立たないというのは、例えば日常生活の英語を全然知らない小学校1年生の子が日記を書くのに、スーアってどうやって綴るの、スーアって何って、下水、下水なんて知らないです、単語。でも本当にそういうことから始めて、もう本当に勉強しました、小学生と一緒に。ということは、ちょっと今これすごくすごいお話だなと思って聞きたいのは、我々日本人って学校、多分おそらく中学校、まあ今小学校からなってるのかな、小中高大学といって、まあ TOEIC、TOEFL、英検というものを主体として勉強してるんですけども、じゃあその真由美さんのご経験から、そういった我々ですよね、学生さんたちに対して本当に使える英語ってどんなふうに勉強したらいいんですか？とにかく多読、英語の本の多読です。小学校1年生からこっちの学校に行かされると、もう毎日図書館から借りられるだけ本借りてきて、本読む時間が必ずあって読んでますので、で小学校の1年生からもう本当に難しい単語の出てくる本をどんどん読んでますので、とにかく多読、単語を増やす。そして英語はモータースキルも、泳ぐのをいくら読んでも泳げないのと同じで、いくら考えても話せないですよね。だから口を動かして話さなきゃいけないっていうのと、それからもう一つ気づいたのは、日本人は日本語、英語がたくさん入っているので、カタカナ英語は絶対気をつけないと通じません。それはいつも思ってます。ありがとうございます。もうそうこうするあと2分も切ってしまうという時間になってしまいました。See, Ben, you know, we want to talk a lot more, but it's already two minutes to the end of the show. Thank you very much for your time and the great story from Mayumi-san. Mayumi-san, 最後に一言、まあ、パイロットになろうという、女性の方もたくさんいると思います。私の右にもいます。その方々に一言、こういうことをやった方がいいんだよっていうメッセージがあればお願いします。そうですね。航空宇宙産業って非常にまあ、本当にエクサイティングな部門なので、もしパイロットにならなくても飛行機のことを知ってるっていうだけでいろいろ道が開けると思うんですね。で、女の人は特に非常にそういうことを考えたことないと思うんですけれども、とてもこれから発展していくワクワクする産業だと思うので、ちょっと考えてみたらいいかなと思います。私にも飛べたので、いろんな人はもっと能力があると思うので、ぜひ頑張ってください。女の人の活力を応援してます。
ありがとうございます。1分も切ってしまいました。今日ですね、真由美さんのぜひ、あれはですね、新聞、ネット新聞で書かれた記事があるんですけども、全文英語なんですが、ぜひ見てください。真由美さんのその飛行機を取った経緯から、今のお話含めて、凝縮されて素晴らしいお話になっています。今日実際お話をお伺いすることができて、すごく光栄です。ベンさんもお会いできました。またいつかシアトルでね、お会いして、一緒に飛行機も飛んでみたいなと思ってます。本当に今日は貴重なお時間とお話ありがとうございました。ありがとうございました。どうぞ良いクリスマスとお正月を過ごしてください。ありがとうございます。Have a very very merry Christmas and happy new year。 はい、玉那覇直江のパイロットになる。この番組は国内初の日本人 FA 試験官が熱血指導する FSO パイロット留学アカデミーの提供でお送りしました。どうもありがとうございました。また来週です。ありがとうございます。